プレイステーションプレイステーション5ナスネプレイステーションプレイステーション4ナスネプレイステーションプレイステーション3ナスネプレイステーションプレイステーションビータナスネナスネのロゴナスネはソニーコンピュータエンタテインメントより2012年8月30日に発売されたハードディスクレコーダー機能搭載ネットワークストレージスではネットワークレコーダーメディアストレージと称している 地上 BS110 度 CS の3波に対応したデジタルチューナーと 500GB または 1TB のハードディスクを内蔵しネットワークを介する形で PlayStation 3、PlayStation Vita または Bio その他 PC を使ってテレビの視聴や録画再生を可能とするそれに加えて DLNA と DTCPIP 対応の メディアサーバーとしても機能するため、録画した番組コンテンツはディクシム等のクライアントソフトウェアでの視聴が可能である。システムソフトウェアのアップデートで DLNA 対応機種ではナスネに保存した画像や音楽、動画の再生が可能となる。DLNA と DTCPIP に完全対応していて DLNA の認証も通っているので再生に対応する製品は ソニー製品に限らない。ただし、ナスネからの EPG データ受け取り等には独自の API を使用する。また、DTCPIP ムーブによる録画番組の書き出しには、他社で採用例の多いダビング元の機器からダビング先を指定し、録画番組を送り出す。アップロード型ではなく、ダビング先の機器からダビング元の録画番組を操作する。 ダウンロード型を採用したため、発売直後は同方式に対応した他社製品がなかったものの、後に対応製品が発売されている。USB を介して、外付け HDD による録画容量の増量に対応している。その際、HDD は FAT32 でフォーマットされている必要がある。HDD はナスネ1台につき1個まで、容量は 最大 2TB までとなっておりそれ以上の容量の HDD を接続しても 2TB として認識され、それ以上使用はできない。この際、ナスネからは、ナスネ自体が持つ 1TB の HDD と合わせて 3TB として認識される。PS3 を介してテレビで見る場合には、すでに発売されている、地上デジタルレコーダーキット、トーンの PS3EOTV 視聴。 録画アプリケーションをそのまま使用する。このため、トーンの地デジ視聴、録画機能とナスネの機能を一括して、操作、管理することが可能となる。また、PS3 には、最大4台までのナスネを、登録可能で、トーンの地デジ環境を合わせると、最大5番組同時録画が可能となる。また、バイオ用にも、専用の視聴、録画アプリケーション、 バイオ t v w i ズ n a s n e が、後に、バイオ以外の PC にも、専用の視聴、録画アプリケーション、p c t v w i ズ n a s n e も提供される。いずれもネットワーク経由で、テレビの視聴や、録画要約が可能なほか、NASNE に録画した番組コンテンツを、BD や DVD にダビングする、または、 pc の hdd や ssd に書き出すことができ、ナスネを最大8台登録することで8チャンネル同時録画も可能となっている。2014年7月にはバイオ以外の Windows pc に対応した pc t v with ナスネの提供も開始している。PS ビータでは当初は PS3 のリモートプレイを介する形での視聴化、受け取りによる PS3 を介してのデータ書き込みのみだった。2012年12月20日配信開始のトーンプレイステーションビータを使うことで PS3 のトーン同様のユーザーインターフェースによるテレビビデオ視聴や Wi-Fi による録画番組の書き出しが可能となった。2014年9月25日に行われたナスメシステムソフトウェアとトーン PS ビータの アップデートで、リモート視聴機能、n ニータイム TV に対応する。また、録画番組以外の保存したコンテンツに、リモートアクセスできるアプリ、ナスポケットも提供されている。PS ビータ TV でも、専用のトーンが配信されていて、PS ビータ同様に NAS ネに対応している。ただし、ビータ版と違って、メモリーカードへの書き出しや、 受けトーンによる録画ビデオ受け取り機能はない。スマートフォンやタブレット端末においては、当初からエクスペリアのムービーアプリで視聴可能となっており、その後ソニー製 BD レコーダー用の管理アプリ、リコプラと再生アプリ、トーンキービームがナスネに対応したことで、エクスペリア以外の Android 端末や iOS 端末でも視聴が可能となった。また、 サードパーティー製のアプリでも視聴が可能となっている。2014年7月からは、ソニー製の視聴アプリ、TV サイドビューの Android 版、iOS 版が、ナスネに対応し、ワイヤレスお出かけ、転送、外から、録画予約、家中どこでも視聴に、対応、2014年9月25日のアップデートで、エニータイム TV に対応する。また、 アンドロイドには録画番組以外の保存したコンテンツにリモートアクセスできるアプリ、ナスネアクセスも提供されており、こちらでも有料プラグインを導入することで、n ニータイム TV に対応する。2015年3月18日には、録画や視聴、PS4 版との連携が可能となった公式アプリ、トーンモービレが提供されている。このか G ガイド。 テレビ王国とも連動し、外出先でも PS ビータ、パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどから録画のリモート予約が可能となっている。PlayStation 4にも対応している。PS4 版トーンが2014年6月10日から配信される。PS4 本体のシステムソフトウェアも1.70以上にしておくことが必要。また、 ソニー製液晶テレビブラビアの2014年春、モデルからは、ルームリンク機能を使うことで、ナスネの操作ができるようになっている。シェン製の商品としては2019年に出荷完了し、終売となったが、2020年10月7日に、バッファローが、シェンの協力を得る形で製造、発売を継承すると発表した。2021年春に発売開始予定とし、 今後バッファローがハード面を担いトーンのアプリケーションやオンラインサービスについてはシェーンが引き続き運営を行う。2021年3月17日に3月末からの発売をバッファローが発表。容量を 2TB にし、外付け HDD も最大 6TB に増加、スマートフォンでの HD 画質視聴にも対応。その発表に合わせシェーンは 新旧なすねに対応した、プレイステーションご飯トーンを2021年末に配信することを発表した。各モデルの違いは、希望小売価格、内蔵 HDD の容量のほか、同梱物の PS3 版、トーンについて、BD-ROM、プロダクトコード、何もないのいずれかであり録画操作については、PS ビータ、PS ビータ t v 等、PS3 以外から行うには、 機種別に別途優勝提供されているトーンが必要。バッファロー版は PS3、PS ビータ、PS ビータ TV 版のトーンには、非対応。また、Android、iOS のビデオ &TV サイドビューにも対応していない。PS3 では、無線 LAN の規格が古く、無線 LAN 経由で動画を再生するには、音声や動画が途切れ途切れになる可能性があり。 特に、リアルタイム視聴に関しては顕著である。公式サイトでも、PS3 から、ナスネにアクセスする場合は、PS3 を優先で接続してください。無線で接続していると、映像が途切れたり、滑らかに再生できなかったりします。と、有線で接続するように進められている。ただし、仕様としては、 PS3 からの無線接続は無効化されてはないので、利用できないことはない。本節では、システムソフトウェアのバージョンについて記す。プレイステーション各機種用 TV 視聴録画アプリケーションについては、トーンのものと同一であるため、トーンの記事を参照。バージョン1.00バージョン1.50バージョン1.51 バージョン1.52バージョン1.71バージョン2.00バージョン2.10バージョン2.11バージョン2.50バージョン2.51バージョン2.57バージョン2.60バージョン3.50バージョン3.70西田宗一か西田宗一かのランダマトラッキング、ナスネが切り開くレコーダーの未来。 avwatch,http://av.watch.impress.co.jp:/docs:/series://rt//20120518533628html2012 年5月18日、閲覧。レビュー、ナスネの録画番組を、BD、DVD 化。ディクシム BD バーナー2013。 avwatch,http://av.watch.impress.co.jp:/docs/review/.review/.201210657473html2012 <ッ>年12月3日閲覧。なすねに、bd-rom が同梱されるほか、既存のトーンのユーザーに対しても、 オンラインアップデートが2012年6月19日より提供されている。ABCD ナスネが外出先からの放送、録画番組、リモート視聴対応。DLNA のフラッグ配信も AV ウォッチ2014年9月1日、ABCD ネットワークレコーダーメディアストレージ、ナスネシステムソフトウェアアップデートバージョン2.509月25日より、 配信開始、プレイステーション、オフィシャルサイト、2014年9月1日、AB ウスタツトむかな。スマホテレビ化するナスネ連携アプリ、トーンモービレ。アボアッチ、2015年3月18日閲覧。新機能追加の、お知らせ、SMN 株式会社、2020年11月11日、AB、プレイステーション4専用 TV アプリケーション。 ドーンプレイステーション42014年6月10日より、配信開始6月10日から7月31日まで、期間限定で、無料配信実施。指示、http://www.sei.co.jp/.corporate/.release/.pdf/.140530.pdf。ab ht、A, B, ネットワークレコーダー、ナスメが 近日出荷完了を予定に。現時点では、後継機の予定なし。avwatch.https://av.watch.impress.co.jp/.docs/.news/.1192216.html2019 年6月24日閲覧。ab、ナスネ復活。 バッファローが2021年春発売、ファイルウェーブ、2020年10月7日、ナスネ21年春復活、バッファロー継承。PS5 ロンチジ、トーンアプリは、非対応、AV ウォッチ、2020年10月7日、株式会社インプレス。バッファロー製、ナスネは 2TB、29,800円で3月末。PS5 対応は21年末。 AV ウォッチ2021年3月17日閲覧。AB 株式会社インプレス。PS5 用 TV アプリケーショントーンが配信決定。バッファローからはレコーダーナスネが3月末に発売。ゲームウォッチ2021年3月17日閲覧。ウォークマン NWZ1050NWZ1060 NWZ 1070の Android 4.0を含む本体システムソフトウェアアップデートプログラム及び NWF805、NWF806、NWF807、NWF805K、NWF806K、NWF805BT の本体。 システムソフトウェアアップデートプログラム開始予定のお知らせナスネ公式ウェブページのギャラリースペックを参照ネットワークレコーダーメディアストレージナスネ2012年7月19日に16,980円にて発売ソニーコンピュータエンタテインメント http://www.sei.co.jp:/corporate/release/120417a.html2012 <ッ> ht 年12月3日閲覧西田宗一か。記事に書かなかった話その1、ナスの日に、ナスネが発表されたのは偶然。関係者もツイートで知って驚愕。 2012年5月18日閲覧。ナスネが発売当日に、DLNA サーバー対応アップデート。avwatch.http://av.watch.impress.co.jp://docs/news/20120713546708html2012 <ッ>年7月18日、閲覧。す。 ナスネの発売を延期。輸送時の HDD 破損が原因。avwatch http://av.watch.impress.co.jp:/docs:/news:/20120718547381html2012 年7月18日、閲覧。ネットワークレコーダーメディアストレージ。 ナスネ2012年8月30日発売決定、ソニーコンピュータエンタテインメント、http://www.sei.co.jp://corporate//release//120807.html2012 年8月7日閲覧ネットワークレコーダーメディアストレージ。 ナスネ10月10日より大容量 1TB の HDD を搭載した新モデルを発売同日にシステムソフトウェアバージョン2.00を提供し機能を追加家庭内ネットワークの枠を超えよりフレキシブルなコンテンツの楽しみ方を実現ソニーコンピュータエンターテインメント http://www.sei.co.jp:/corporate/release/pdf/130909i.pdf2013 年9月9日閲覧。ネットワークレコーダーメディアストレージ、ナスネ 1TB プレイステーション、オフィシャルサイト2015年5月15日閲覧。 ネットワークレコーダーメディアストレージナスネ 1TB プレイステーションオフィシャルサイト2016年12月1日閲覧ありがとうございます